イス、コバアミーゴ、本物のコバアミーゴですよ。今日ご紹介するのは、ドラゴントゥースですね。実はドラゴントゥースではなくて、はい、ドラゴントース。これ、結構勘違いしている方いらっしゃると思うんですけれども、ドラゴンの、竜のつま先という、英語ですね。それで、T-O-E-S で、トーズ。つま先という意味ですね。今日は、こちら。のご紹介になります。松本くん、本日も撮影よろしくお願いします。お願いします。コバアミーゴー。はい、ここからちゃんと始めます。はい。これ、今目の前にあるんですけれども、こちらが、アガベの、ピグマエアドラゴントゥースっていうやつですね。まあ、英語で読むとトースなんで、ドラゴントースっていう、言い方の方がいいかもしれないんですけれども、これ、いろいろちょっと、多少諸説あるんで、シーマニアーナの亜種がピグマエアではないかっていう、そういう学術もあるんで、少しまた、不明な点が多少あるんですけれども、で、一個ちょっと、以前の動画で、これ、シーマニアーナっていう紹介をしたんですけれども、これはシーマニアーナ×ポタトラム。これ、ハイブリッドですね。で、このシーマニアーナの亜種じゃないかと言われている、こちらが、ピグマイアですね。そのピグマイアの中でも、選抜されて、トゲががっちりしたものが、ピグマイア、ドラゴントゥース、トース。トース。トース。一応ネットで調べるともう大体ドラゴントゥースって出てくるんで、うん、多分トゥースの方が皆さんわかりやすいかなと思うんですけれども、こちらの品種は、寒さには結構弱いんで、もうこの冬、寒さ、室内に取り入れるような、属になりますね。松本くんちょっと笑わないで一生懸命頑張ってやったんだから。しかも結局、トゥースじゃないってこと。そう、結局トゥースじゃなくてトース。ドラゴントースっていうのが、ね、そう。のが、ちゃんとした名前、英名、はい、英名で言うと、調べてもらうと、T-O-E-S が、つま先って意味だよ。はい。そう。結構なんかそのさ、トゥース、歯。ドラゴンの歯みたいに見えるから、はい、そうですね。別に、そういう風に思ってもまあいいっちゃいいよね。はい。なんか多分、爪こっちの、ドラゴンってこういう感じじゃん。はい。そっちの方の、はい、意味合い。はい。だから、まあそうなんだけど。まあそう言われるとでもそんな感じが。ね。でも、はい、歯って言われたら別に歯っぽいよね。まあそうですね。ぽいですけどね。そうそう。で、これ、色はすごい綺麗じゃない？綺麗ですね。青白ブルーでさ。はい。で、トゲがちょっと赤っぽい感じ？そうですね。うん。で、これはね、中型のぐらいの株かな。うん。結構これより大きく、もうちょっと大きくなるけど。はい。それ以上はそんなに大きくはならないから、まあ観賞用としてはかなりおすすめな品種になりますね。で、これアガベってちょっといろいろ調べていくと、はい、節っていうのがあって、はいはい、これはアガベ族のフエミフローラ節の中の、はい。ピグマエアっていう品種。はい。分類の。分類の、そう、問題で。はい。一番最初に、リュウゼツランカっていうのが来て、リュウゼツランカ、はい、アガベ族、はい。ヒエミフローラ節、ピグマエア。ピグマエア種。種。の中のドラゴントゥースという品種、はい、そうになります。で、その同じフエミフローラ族の中にシーマニアナがあったりとか、はい、ポタトラムがあったりとか、はい、イシスメンシスがある。うん、だから大きいグループのくくりで言うとこの辺は一緒になるって感じかな。あ、うん、
で、ちょっとその、節、節って書くんだけど、はい、節分の節。はい。あの、その辺の、細かい、アガベの分類とか、はい、そういったものは、また、ちょっと別で、はい、あの、そういう、細かい動画を撮っていきたいと思うんで、はい。はい。はい、そちらをまた、ちょっと、節ってなんだろうっていう、はい。あの、思った方、結構いらっしゃると思うんですけど、はい。そう。大体、その、何々族とかぐらいまでは、はい、多分、皆さん、こう、知られてるとは思うんですけれども、はい。そう、また、細かくいろいろまた分類があるんで、はい。その辺はまた、あの、詳しく、そちらの動画を撮っていきたいと思います。はい。で、この、今回はもうドラゴントゥースですね。これもう綺麗なんで、はい。また綺麗でしょシリーズになっちゃうんですけど、はい。あの、これ、ま、群れとかにそんなに弱い品種ではないんで、うん、ま、育て方としては、春、秋、成長時期にしっかりお水たっぷりあげて、うん、あの、日差しはしっかり当ててください。はい。で、寒さに弱いので、これから、あの、冬本番になるときは、はい、家に取り込んだりするか、ちゃんと加温してあげるか、うん、まあ、ビニール、あの、いっぱいかけてあげるとかっていうような、はい、あの、形を取ってあげなきゃいけない品種ですね。はい。はい。で、あの、ドラゴントゥースちっちゃいのもあるんで、ちょっと見てもらおうかなと。これ。これ、ドラゴントゥースのちっちゃいやつ。これが、大きくなるとあっちになるっていうね。あんな、結構じゃあ大きくなる。うん、そうだね。ね、成長もね、結構早い。うん。ちょっと、草だけね。はい。なかなかじゃあ。そうそう、こんな感じ。はい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 。こんな感じ。これちなみにちっちゃい方は何年ぐらいですか？あ、これはね、これの柿子。ああ、柿子っていうのは、ね、あの、こない。まあそうだね。横からランナーで子供が出てるのを、はい。ちぎって、はい。つけたってやつだね。それをかき粉って言うんですね。そう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 。ああ。あとね、たまにね、ドラゴントゥースってこういうなんか筋、はい、こういう感じになったりするね。あ、筋が。なんかこう、ヒュッとこう。あ、折れ目みたいな。そう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 。へえ。だ大きくなるとそれなくなるけど、なんかちっちゃいうちにたまに変なね、はい。なんか若干モンストっぽいので出たりする。へえ。うん。あ、不思議ですね、ちょっと。でもね、大きくなるとね、なくなっちゃうね、大体。ああ。うん、そうそう、こんなのはこんな感じになるっていうね。はい、ああ、これは竜の爪ですね。竜の、そうだね、爪先。爪先で、まあでもかっこいいアガベですよね。ね、いいよね。しかもこんだけでっかくなるとさ、はい、迫力もある。迫力ありますね、うん。で、赤い爪っていうのがなんか。そうそう、だこれも難点なのは、だから寒さが弱いところ。はい、ドライガーデンとかで外でさ、はい、植えたらかっこよさそうじゃん。そうですね、うん。大きいからまた外の方が。そうだね。だからその、はい、霜が降りない地域とかだったら全然地植えして OK だけど、はい、そうじゃないところは、はい、やっぱこれも寒さにやられて、はい、ダメになっちゃうから。竜の爪なのにいつの繊細なんですね。そう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 。なんかちょっと弱そうな感じするだよね。あ、うん、そうですね。ちょっと葉っぱは結構薄いですもんね、意外に。まあそうだね。うん。でもこのトゲの赤いトゲの感じが。あ、ここの辺がね。はい。これが竜のどっちかっていうと、歯なのかな。ああ、思うけどね。はい。そう。爪なんですね。そう。トゥースではなくてトゥース。トゥース。そう。ね。っていう感じですね。これは一つ。ね、これ、一、はい、個、も、あの、昔は結構ね、はい、あの、ちょっと何年か前かは、はい、あの、値段結構高かったんだけど、結構普及してきた品種だから、ちょっと値段も価格も、はい、あの、下がり気味で、あ、うん、あの、結構手に入れやすい、はい、あの、品種になったから、あ、結構販売もたくさん。あ、そうそうそう、されてるから、うん。だから、あの、はい、もしちょっと気になる方は、はい、あの、この辺ちょっと、はい、あの、ご購入して、はい、まあ、こうちっちゃいの、はい、あの、これを地植えしといて、はいはい、3年もすればこのぐらいにはなるかな。鉢で管理するとなかなか大きくならないけど、はいはいはい、そう、これ地面に植えてあったのを掘り上げて、やってるから。はい、僕、でもちょっと思うんですけど、こういう、
大きくなる、うん、でも寒さに弱い品種って、うん、どう育てたらいいのか一番正解なのかなっていうのは。あ、鉢で管理してるとそんなに大きくならないから。ああ、そうなんですか。うん、じゃあもう室内で鉢で管理するのがいいと、そこまではやっぱり大きくならないね。あ、うん、あ、じゃあ結構室内管理。まあまあそうだね、室内管理向きというか。向きというか室内管理してても、はい、あの比較的、はい、ある程度形保てるタイプだね。うん、あ、そうなんですね。そう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 。じゃここまで大きいのはなかなかないから、逆に言うと。ああ、そうなんですか。うん、あ、そうだ、これは地植えして、はい、あの置くとこのぐらいになるよっていう、そういう感じですね。あ、じゃ鉢でやればそこまで。そう、そこまで大きくならないっていう。まあそういう感じで、はいはい、今日は、ドラゴントゥースの評価でした、はい、もうそれは大丈夫です。ボーイ。